はい、ヒロです。今回ね、ちょっとラン中に餌あげていこうかなと思います。この子たちね、今2歳かな ?2 歳くらいだと思うんだけど、粒餌ね、粒餌でできます。今の時期だとね、ちょっとラン中大きくしたいんで、餌の頻度はね、結構多いですね。1日に5回、多い時は10回くらいあげてますね。で、まあちょっとあそこ暖かい日とかの場合だったら消化もね、良いので、冷凍赤虫とか与えてますね。今はちょっとね、粒餌あげました。そうそうそう。食べてるね。ちょっと見えないかな。そんな感じで。ちょっと水濁ってますけど。まあね、この水の濁り方は悪くないんで、まあ、これがね、白くて緑にかかってない感じのパターンだったら、ちょっとね、水として危ないんですけど、薄く緑になってて、まあ白くなってるぐらいだったら、まだ大丈夫かなっていう感じですかね。でもベースね、ちょっと白い水で、過ごしてほしいので、まあもう少しだったら水替えかな。ここね、水替えがこの時期だと、1日に1回か、2日かね、3日に一遍には水替えしてますね。1日ね、10回ぐらい下げちゃうと、どうしてもね、水の痛みが早いので、1日に1回、2回とかね、水替えをするときも、どうしても出てきますね。そうね。ちょっと大きく育ってほしいね、こちらも。まあね、この子たちはすごい慣れてるわけじゃないんでね、すごいね、触るとまた逃げちゃうんだけど、こうやってね。まあ形的にはもちろん扁平倍レベルとかじゃないけど、だいぶね、慣れてきてはいるので、形的にもね、まあ趣味程度のレベルだったら、結構いい形かなと、個人的には好きな形なんで、ちょっとね、追加で餌をまた上げていこうかなと思います。食べてるね。ちょっとどんどん食べてください。でね、餌食いがね、急に落ちたなと思ったらね、水替えをしてあげれば、すぐね、餌食いが戻るので、まあ、そうなった時はね、すぐね、水替えしてあげてください。だいたい3分の1と5分の1ぐらいね、水を替えてあげてるだけでもね、まあ、新しい水が刺激になるらしくて、餌食いがね、戻るんですよ。うん、いい状態だな。最近ね、暑い時期は多いのでね、ちょっとね、炎天下の中ではね、水温めちゃめちゃ上がってお湯みたいになってるんですけど、まあ、金魚はね、比較的水温に対して順応性がある、ね、魚、お魚さんなので、まだ問題ないと思うけど、これがね、ちょっと容器がね、さらに黒かったりとかしたら多分ね、ああ、星になってしまうかもね。それがちょっとありますけど。まあ、このような感じでね、今日も、現地のラッチューちゃんでしたね。よければね、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。じゃあねー。